どうも、新宿アボイ金京です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、私の地元旭川をね、今ちょっと散策してるわけですけども、なんかすごいやってるじゃん、パフォーマー、なんかね、なんか DJ 宅、なんか音楽チックな、なんかちょっとしたスペースやってますね。そういうのもできるところ、この通りはね、そういうちょっとイベントこともやるんでね、はい、路上アーティストみたいなのはダメと、勝手に、でもね、なんか弾き語りで歌ってる人とか見るから、まあ、別にどうなんだろうね、その辺は。そうです。ほら、なんとなくちょっと人増えてきたでしょ、ちょっとね。駅近いからじゃない？まあ、駅近くになってくるんでね。いや、近いからじゃない、じゃなくて、いや、まあ、なんとなく中心部に。駅から降りてきた人が来てる。いや、そういうわけじゃない、別に。ね、ほら、私が食べた松屋あります。あ、松屋ね。ああ、松屋ありましたね。私が食べた松屋。そうそうそう、ね、これ昔からありますね、これ、このなんか おじさんのなんか、どうぞ、昔から。2001年、ああ、だから20年ぐらいあるでしょ、なんかね。そうそうそう、なんかね、今なんか音楽イベントみたいなのやってますね。 DJ の人がなんかね、なんかやってますね。そうです。ここでございます。その ライブ出たあの国劇っていうね。ああ今はね。変わったね。名前変わったね。そんな名前じゃなかったでしょ。あ、違う違う、あのね、ちょうどね、あの時改装する本当直前で、あのね、e スポーツをやる劇場になって。そうそう。そう、あの時うちが出た時はまだ改装前だけど、そうそうそう、今ね、こういう名前になったの。国劇。ICT パーク国益、これ e スポーツやる。あ、だからパソコンのあれだって。そうです、はい。で、あとあのこうちょっと向かい側にあるあのホテルズイン北海道旭川、これね、こうホテルね、ここも旭川園芸祭協賛いただいてますんで、おべっといてつか、いやいや出しなさいよ、いただいてますから、お世話になってますから。まあでも結構通り通ってきたけど、ポスター行こうなかった。いや、ありますよ。ああ、お疲れ様です。ああ、今。お前はありがとう。あ、この間ありがとうございました。今日ラグビーやる。あれもやる。はい、今日、はい、ここで。パブリックビューイング。あ、パブリックビューイングやるんですか。ああ、そうなんですね。あら、なるほど、そう。そう、でっかい画面があるんでね。そういうね、いろいろ昔古い映画館だったんですけどね、それをね改装してね、じゃあポスターはどっかに貼ってますから絶対、はい、はい、それは間違いなく、ほら屋内だからね、なかなか外にまあどっかあるのかな、いや外に貼ってくれた方が見やすい、いやあっちの飲み屋街の方行けば貼ってるとこある、いやあるんだけど、まあそこまでやね、ちょっと遠いから。あ、でもまあちょこっといけば、だからそこをくるっと回って帰りましょう、まあ、時間あるし、もうあともう1本ぐらい取りましょう4本、今3本目だからね。そう、まあ旭川園芸祭のポスターは今日の会館では、ああまあね、もちろん会館には貼ってるんでね、はい、今日の場所はないんですけどね、旭川園芸祭やる場所は、それなのに貼ってくれてた、ああ、だから結局旭川市のあれだから、一緒だからね、そうそうそう、でこうなんかね、なんかイベントやってますね、いえ、ちょっとやっぱりね、ある程度ちょっと、はい、スナックさんとかじゃないと歌と語りの夢は、はい、ですよ、名店松屋、ね、間違いないでしょ、ね、まあ、間違いないから、すごい美味しかった、美味しかった、それはもう間違いないですよ、松屋さんはね、やっぱり駅近だから人が増えてきたね、やっぱりちょっと人ね、やっぱり人、ね、駅からそれはそうですよ、降りてくる人ね、はい、最下に来てこの辺を通って帰るんでしょう、そういうことでございますね、じゃあね、
どっかにはポスター貼ってあるんで、まあ、ちょっとこっち行きますか、ね、こっち行ってくるっと回ればポスター貼るまで帰れませんみたいなポスター見つけるまでね、帰れませんやりますから、もう確実にある場所知ってますから、はい、ある場所に行ってもね、いや今日でもあれそれこそ反対側の方歩いたら不意に歩いてたらあったな、そこ通りますか、あの劇場の方だから方面的には不安になってきた、いやいや、え、不安になってきたって、いや、吉野、いや本当にあったのか分かる分かる、俺知ってんだもん、知ってる、絶対知ってるから、まあ、見てる、知ってる場所は以外のところでちょっと見た、あ、不意にね、あ、だから今日初めて不意に見たところ、それ以外じゃん、それ以外か、いやそれはちょっとな、どこだろうな、探すって歩いてたら不意に見つけるっていうことじゃない、歩いてたら不意に見つける、いいんじゃない、もうなさそうなんだよな、あっち歩いても、まあそっち行ったも確実にないね、うん、確実にない、それじゃあ不意に見つけたの、不意に見つけたところ多分、はい、こっちが劇場の方に行けば、うん、ね、そうです、だから頑張って宣伝してんだから、そうです、そうです、だからあっちの奥の方をね、飲み屋街の方は、まあ、そっちはまああるのは分かってるから、ね、結構ね私行ったんでね、それは、はい、あるところに、まああとはほら別にこの中心街以外にもね、あちこちにも貼ってますんで、 そういうところに見つけたろ、ああ、まあ確かにね、お願いしますっていう確認をしたいじゃん、確認をね、はい、そうです、いや、やっぱ人通りもね、ぐっと寂しくなってきて、1個ずれるとね、1個ずれるとね、あそこのね、メインがだから、あと7、8分歩くと旭川駅行くんでね、まあでもここも結構太いよ、ああここも太いですよ、はい、これはいやファミリーマートっぽいけど銀行かな、ファミリーマートかと思っちゃいましたねまあなんとなく色合いがファミリーマート、でも汗か、いやファミリーマートってないみたいよ、汗がない、うん、なんかないっつってな、確かに見たことないかもと思って、ファミリーマートはだから違和感持たないんですか、朝行かない人、ああ多分そうでしょ、ファミリーマートじゃんってなるじゃん、多分ね、そうです、そうです、セイコーマートね、はい、そうです、ここも有名ですよ、ラーメン、ああ、そうですね、あ、失敗した、もうちょっと行ったら梅高原さんというラーメン屋さんがあったんだけど、はい、さっきね通り駅の方に行きゃ、そうだ、そこにあったの、そこはもう、 もう強烈協賛していただいてますんで、はい、頭下げに行くよ、もう梅高原さんはもうむちゃくちゃお世話になってるから、私の高校の、まあ、まあだいぶ上の先輩なんですけど、社長が、はいはい、もう非常にお世話になってるんで、まあ、私もね高校の時とか学校帰り食べに行ったりもしてましたけど、金払った、え、お金払ったよ、ちゃんとじゃ基本払ってるよまた来ますっつってそのまま出てくるパターンなんじゃない、え、また来ますっつって帰ってくる人なんじゃない、いやいやいや、じゃあその時写真を撮って、写真店の前でいいですかっつって、ああ全然いいですよっつって、なんとなくそのまんまレジの前通って、みんなでね店員さんと深々と頭下げて、そんな飲み逃げしないでしょ、写真撮って、しかもそうですね、もう今日泊まるホテルもう歩いて1分ですよ、まあ来るときちょっと確認しましたけどね、あ、そうでしょ、だ旭川駅通ってきたでしょ、通ってね、うん、バカでか、すごいでかい、そうですね、ちょっとこっち行った方がいいですね、ちょっとさっきのまた、あ、こういう人通りのないところも連れていくんだよ、いやいや、これは大きい通りと大きい通りの間の道なんで、そんな別に、いや、活躍なんかしませんよ、みんな。
まずさっきのあの歩行者天国に戻りますか。はい、いやいや歩かされてるな、はい、じゃあちょっとこう10分経ったんで一回終わりますね。はい、ありがとうございました。